いらっしゃいませー。ゆっくり耳かき店へようこそ。お客様、今日はいかがなされますか？あら、耳の中がかゆいのですか？ちょっと拝見いたします。あー、お客様は油耳ですね。油耳の場合は、油が耳壁にくっついているので、綿棒で攻めた方がいいですね。それでは、私のお膝にどうぞ。では、早速始めさせていただきます。この、こびりついた油がなかなか取れません。それで、ブリブリと書いていますので、痛い時は教えてくださいね。はい、油耳は珍しいのかとおっしゃるのですか？そうですね。大体、日本人の8割が粉耳で、2割が油耳ですね。逆に、欧米ではほとんどが油耳だそうです。しかし、もともと人間の耳垢は、すべて油耳だったんです。ところが、数万年前に遺伝子の突然変異に伴い、粉の耳垢が生まれました。それが、寒冷気候への適応だったのか、感染症への抵抗性だったのか、理由はまだ不明ですが、ある特定の環境下で、粉の耳垢を持つ人は、成分に有利だったのではないかと推測されています。そして、耳かき棒を使った耳掃除は、世界でも東アジアを中心とした地域に限られています。なので、欧米の方は綿棒で、耳掃除をするそうです。お客様は、油耳を気にしていらっしゃるのですか？いえ、それは気にしないでいただきたい。お客様の祖先が、欧米の方だったのかもしれませんから。それでは私は耳かきに集中しますので、ゆっくりなさってくださいね。
これで、両耳とも綺麗になったので、痒みも収まると思います。それではお客様、おやすみなさい。